はですね、なんと重大発表があります。はい、まずみんなも嬉しいし、みんなも嬉しいと思います。今日重大発表2つあるんですけど、早速言ってもいいですか。お願いします。まず1つ目、ドゥルル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 このメルっていうサイトはですね、女の子の悩みだったり、メイクとかね、スキンケア、肌のことだったりとか、なんかいろいろね、そういう悩みを解決して女子力をもっとアップデートできるようなサイトになっております。すげえ。こんな感じですね、このレオちゃんとロアちゃんが写ってるんですけど、美しい、こういうねサイトになっております。はい、こちらのサイトにはですね、悩みを解決できるような記事がたくさんあってですね、はい、それをね読んでいくとその悩みを解決できるというサイトになってます。すごいね、勉強にもなるし、結構細かく一つずつ読んでます。記事の中にですね、写真とかもいっぱいあって、このサイトでしか見れないような私たちメル TV に出てるみんなの写真が載ってたりします。はい、このメイクとかスキンケアだけじゃなくて、きぬちゃんがね、寝起きの日常っていう記事を書いてくれてるんですよ。書いてみました。まだ見てないんですけど、ネオはちょっとだけ今お見せしたいと思います。こんな感じで、はい、おーおーおーこちらのネオキヌの日常っていう記事では、ネオちゃんと私の LINE の内容を公開してたりだとか、Twitter や Instagram にはまだ載せてないようなネオちゃんの写真をね載せたりとかしてます。なんか泣ける。皆さん気になる方はぜひ見てみてください。ネオも初めて見た写真もあったので、皆さんチェックしてみてください。これ本当にプライベートすぎる。うん、私たちのプライベートが載ってますので、まあ、こんな感じの記事だったりとか、今あるメイクの記事とかもどんどんこれから増えていくそうなので、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。概要欄からあのメールのサイト飛べるようになってるんで、よかったらチェックしてみてください。では2つ目の重大発表に行きたいと思います。でん、メルのカレンダーが発売されます。イエーイ。発売日はまだ未定なんですけど、私たちもねまだ見てないんですよね。普段 SNS に上げたことのないようなやつだったりとか、結構沖縄に行った時に写真結構撮ったりとか、大阪とかもね、あったし、撮影の合間に撮った写真とかも載ってるんではないでしょうかなと思います。メル TV のね公式 Twitter をチェックしていただけると、いつ発売とかが分かると思うので、うん、ぜひフォローしてない方はフォローお願いします。お願いします。おメルのカレンダーの表紙かな、表紙だったりとか、今ちょっとチラッと見せていただいてるんですけど、わあ、すごくない？懐かしい。私たちも見たことのない、はい、その画像かみたいな。撮影の合間に撮ったやつとか、サムネで使わなかったいい写真とか、皆さんお楽しみに。楽しみに。思った、はい、ということでね、重大発表2つでした。はい、これからもうちょっと頑張って、もっとたくさんね皆さんにいいご報告ができるようにメルのみんなで頑張っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。今日はぬんちゃんに